私はソラ、一児の母。エンジ、たまには富士と遊んであげてよ。なんで俺が休みの日にガキのお守りしなきゃなんねんだよ。休みの日じゃなくても面倒なんか見ないくせに。夫のエンジは清々しいほど家事育児に一切の協力がない。それどころかかなり厄介な性格をしている。例えば運動会。頑張れ富士、走れ走れ富士。頑張ったな富士。はい父上。今日はパパが腕によりをかけて弁当作ってきたぞ。わー、これ富士くんパパが作ったんですか。すっげー。ソラさん、いい旦那さん持ってよかったわね。なんだなんだ、羨ましい。いや、それほどでも。また始まった。弁当は私が作ったものを詰めただけだっつーの。自分の評価上げるためだけにイクメンアピールすんのもいい加減にしてほしいよ。エンジは人の目があるところではイクメンのふりをする。実際は富士にミルクをあげたことも抱いてあげたことすらない。父上、みんなでモナタウンに行きたいです。いいね、富士も運動会で頑張ってたし。あー、バスバス。たまには家族で出かけようよ。ただでさえエンジは富士と遊びに出かけたこともないのに。はぁ、うっせぇな。俺は仕事で疲れてんの。なんでわざわざ家族にまでご機嫌取りしなきゃいけないんだよ。一回くらい一緒に出かけてあげたらいいでしょ。富士へのご褒美にしてあげてよ。そしたらもう何も言わないから。わかったわかった、わかりました。もう出る。エンジへの不満は募る一方だったが、なんとか家族3人で出かけることに成功。あれ、ソラさん、偶然ですね。かすみさん、コウジくん、こんにちは。家族でお出かけ。こんにちは。休日に家族サービスまでして育児にも積極的なんて、素敵な旦那さんで羨ましい。ソラさん、まあ、いや、そんなことないですよ。今日はね、息子が運動会で頑張った褒美で連れてきまして。よくもまあペラペラと嘘が出る。実は今度はご近所の子供たちと親睦会をしたいと思ってまして、キャンプする計画を立ててるんですよ。そうなんですか。ちょっと待って、キャンプ、なにそれ。私も、わ、そうなんですか。なんだかキャンプ楽しそう。父上、本当ですか。本当と書いてまことや。楽しそうですね。ぜひ参加させてください。ちょっと、さっきのどういうこと。キャンプ計画なんて1ミリも聞いてないんだけど。ああ、まあ前から考えてたけど言ってなかったし。まあそういうことだから、俺が近所に声かけっから、再来週くらいまでにキャンプ地の予約とか道具の準備とか人数分手配頼むわ。うわー、言い出したのはエンジでしょ。自分で何とかしなさいよ。私は絶対手伝うな。母上、僕コウジ君と釣りがしたいです。お外で泊まるのも初めてですし、今から楽しみです。あらら、いいのかな。ソラちゃん、お前が準備を断ったらもちろんキャンプは中止。ご近所さんも富士もがっかりするだろうね。分かった、やればいいんでしょ。やれば。最初から素直にはいって言っときゃいいんだよ。じゃあ夜キャンプ当てて。エンジさん、この度は素敵な企画をありがとうございます。ありがとうございます。いや、それほどでも。エンジさんってすごいよな。仕事しながら子育てでこのキャンプの準備だろ。俺たちも見習わないとですね。それほどでも。お前のその栄光は私の2週間の犠牲の上に立ってることを忘れるな。今すぐ大声でこの準備したの全部私って叫びたいけど、やらなきゃいけないことが多すぎる。子供たちも楽しそうにしてるし、我慢我慢。さて、エンジさん、これからの予定は？とりあえず設営テントに向かいましょうか。あ、テントですけど。子供たちのいい経験になると思って、テントは一式レンタルして組み立てからできるようにしてあります。面白そう。俺たちでテント作るの？計画されたのはエンジさんなんですよね。キックで、テント関係だけは妻に任せたんですよ。やっぱり女性の考えも取り入れた方がいいかなって。なるほど。お昼さあ、テントも組み立て終わりましたし、みんなでカレーを作りましょう。って調理器具は、そもそも具材は？
器具はレンタル、具材はこのクーラーボックスにあります。よっしゃ、俺がジャガイモ。身より皮が厚いみたいだけど、フィッシュ&チップスでも作るつもり？ケンジさんって運動会でお弁当作ってたよね。そうですよね。あ、そういえば食後に釣りをするんでした。ちょっと竿の調達に。釣り竿も全部レンタルだし、あと食後は釣りアドベンチャーで、その後が釣りね。みんな手切らないでね。ソラさん、ケンジさんのことなんだけど。まあお察しの通りです。やっぱり？じゃあ今日のキャンプも私が準備しました。やだ、ごめんなさい、私たち何も知らないで。運動会でお弁当自慢は何だったの？あれは私が作ったのを詰めてただけです。わさびさん声大きい。それであの自慢げな態度？でもお休みの日はご家族で仲良くお出かけされてましたよね。それは違います。フージー、どっから？あの日は父上が出かけたからないのを母上がお願いしてくれて、無理やりのお出かけでした。王子くんママに会うまで文句しか言ってません。フージー、で、そこでこそこそ何やってんの？あんたはマジクサ。うわ、エンジさん、聞く！お前が変なこと言うからみんな誤解してるだろ。事実しか言ってないでしょうが。お前は夫を立てるとかそういう気遣いがねえのか？嘘でもいいから俺がイクメンだって言っとけよ。気遣いなんて言葉知ってたなんて驚き。もういい、こんなところいられるか。俺は先に帰る。あんたがキャンプしたいって言い出したんでしょ。最後まで手伝いなさいよ。知るかバーカ。皆さん、うちのバカが本当にごめんなさい。いや、私たちが余計なこと聞いちゃったから。そうですよ、すいませんでした。とにかくこのまま全力で楽しんじゃいましょう。子供たちもいますし、ソラさんがせっかく準備してくれたんだ。皆さんありがとうございます。キャンプ終了後。お前な、嫁として夫を立てるくらいしろよ。めちゃくちゃに恥かいただろうが。全部あんたが撒いた種でしょうが。やってもないことやってるふりなんかするからこうなるの。うっせえな。周りから評判のいい旦那の方がお前も都合いいだろうが。はぁ、キレた。あんだけドン引きされてまだ足りないわけ？いい加減私にだって限界があるよ。もうこれ以上一緒にいられない。離婚して。離婚？それだけはダメだ。そんなことしたら会社で悪い印象持たれるだろ。今後に及んでまだ自分のことしか考えられんのかい。いいから離婚だよ、出て行って。1ヶ月後、無事にエンジとの離婚は成立。今後は養育費をもらうことに落ち着いた。母上、これも捨てますか？あー、もう父上のは全部捨てていいよ。もう取りに来ないし。バッテン！一方、そらの野郎、弁護士なんか使いやがって。養育費なんて払ってられっかよ。さっさと新しい女捕まえて、身の回りの世話させねえと。数日後、仕事も無事に決まったし、ストレスの原因も消えたし、順調順調。でもいなくても何も変わんなかった。ソラさん、カズミさん、どうしたんですか？エンジさんに言い寄られてるの。助けて。はい？ちょっとエンジ、あんた何考えてんの？カズミさんったら出るじゃって。ソラに相談でもしたのか？前に俺みたいな夫が羨ましいって言ってくれてただろ。俺もそろそろ再婚して、身の回りの世話してくれる人が欲しいし、実は前からシングルだったかすみさんのこと狙ってたんだよね。本当はキャンプの時それとなくアタックするつもりだったのに、ソラが余計なことするからさ。俺とおめえは離婚してんだから、人の恋路の邪魔すんなよ。これからかすみさんの家に行くところなんだ。ねえ、かすみさん、今すぐ警察に相談して一緒に行くから。でもお願い、一生の。どうしよう。こうしてエンジはストーカーとして認定され、この一件が会社にもバレてクビ。離婚より世間体の悪い罰がついた。そーら、お前が悪いんだからな。罰として俺とやり直せ。いろんな意味で鏡見ろ。養育費だけはちゃんと払ってね。じゃ、うわー、うわー、俺をそんな目で見るんじゃねー。もちいか、もちごめいか。人の目ばかり気にしているうちは反省できないだろう。その後の園児はバカらんしら。